ナイキのエアズームアルファフライネクストパーセント2、はいはい、フィット感が葉っぱです。葉っぱアップデートされて、はい、使いやすくなったってことは間違いないです。なるほど。皆さんこんにちは、はい、ナントリップ代表の森です。今回もシューズアドバイザー、はい、藤原さんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。今回はこちらです。ナイキのエアズームアルファフライネクストパーセント2、はいはい、ということでね、はい、気になっている方めちゃめちゃ多いと思いますので、今回すごくこうアルファプライいろんなメーカーからですね、うん、レースが、うん、レーシングが出る中で、うん、最後ちょっと光を放ってる感じもありますよね。はいはいはい。まあ、最初にちょっと変わったところからいくと、はい、4ミリアンプから8ミリアンプに変わりまして、旧車が、はい、ついたということと、前のブツが、ね、前作、うん、はい、こういうふうにかかとの形状がですね、F1 のフォーミュラーの空力のところから来てたイメージがさらに進化して、すごいですね、かなりこうかかと付近の容量が増えましたよね。安定感はってところだと思うんですけど、あともう微妙なところとしてはこのですね、ゴッツのとアウトソールのところに1枚素材が入ったんですよね。それもちょっと大きく違うと思いますね。ここのとこですね、はい、こっちはないけど、そうですね、ここにあるよってことですね。まあ結構この辺が履いた感じも違うのかなって、はい、まあいわゆるソールの中にサンドイッチされた状態か、前回はアウトソールについてた、はいはい、直接くっついてたわけですね。はい、随分進化したんですけど、これだけでも全然違うんですか、履き心地。はい、ちょっと違いますね。これで、じゃあちょっと、じゃあ履いた感じをですね、発表します。まあ前回は僕やっぱちょっとコツを感じられないというか、はい、4ミリヨーロップで前が厚くて、はい、結構柔らかいのは分かるんですけど、こう前に乗ってくるのは難しいけど、まあ、意外と結果が出る。はい。ベーパーフライと比べても、ああ、結果が出るなって週だったけど、うんうん、今回もスパブロのに乗ってる感じ。もう、ここにカクーンとはまって、こっちがガンガン効いていきます。だから、この、なんですか、1枚入ってる感じが、はいはいはい。いいのかもしれませんね。はい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 、よりそのエアのポットのところが感じられやすくなる。8ミリドロップってこともそれに関係するんでしょうね。ちょっと傾斜をつけて、そういうことか、むしろここに来いっていう、はい、ここって感じです。いいとなんですね。はい、まあ、キプチョゲの会話をなんか印象を聞きたいですけどね。確かに確かに。結構前回より前前足部が使いやすくなってると思います、ね。はい。まあそうですね。よりフォア気味につける感じですよね。で、まあ、アウトソールもかなりですね。うん、ラバーがグリップ感と、本当ですね、はい。あと、まあ耐久性も少し、はい、増したのかなと思うんですけど、問題はですね、このアトムニット2点で、はい、フィット感が葉っぱです。葉っぱが。葉っぱですね。前回、足幅が広い人でも履ける感じだったんですけど、はい、まあ、履き口は同じように、これ、ブーティーって言ってこう、はい、もう広がらない構造になってるんですけど、はいはい、今回は結構タイトです。はい、タイトフィットです。だから、ちょっと、こう高の人とかどうなのかなと思いつつも、はい、履き口がなんかちょっと工夫されてて、前回はかかとをこう踏んだらアウトだなって感じだったんですけど、はい、今回ね踏めるというか、履き口柔らかくしてあって、それもちょっとタイトにした影響なのかもしれないですね。なるほど。ここのかかとのヒール部はしっかりとした形があって、ここはしっかりしてます、はい、この広がった、前回よりもかなり広がった座るテールの部分との連携はしっかりできてるんですけど、この部分ですね、履くときに足入れしやすくなってますね。なるほど。ただ結構タイトフィットで、僕は賛否があると思いますけど、はい、レーシングシューズなんて、はい、やっぱりこのぐらいフィットしてほしいなと思います。すごく後回りからかかとのあたりがすごくこうピタッと靴下みたいになってて、前足部はゆとりがあるんですよね。なるほどね。前回ね、足入れはちょっとあれだったんですけど、中入れるとストーンとこう開放感になってたんで、中にはちょっとこう動くっていう人もいらっしゃったようなんですよね。それはかなり解消されてます。すごくだからフィット感良くなり、前足部とかこの詳細が2になってアップデートされた感じですね。コンセプトは変わらないっていう感じがしますけどね。なるほど。問題はですね、出たものみんな買っちゃうとね、もう大変なことになっちゃうじゃないですか。はい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 、ベーパーかアルファーかみたいなところは少し考えていただいてもいいかなと思うんですよね。なるほど。じゃあベイパーとアルファどっちも持つっていうことを別に必ずしも推奨せずとも、どうなんでしょう、によって買ってもいいんじゃないかってことですね、はい。で、僕は一番思うのは、はい、このベイパーが軸ですよね。これもね、スタンダードなんですよ。これを正直こう歯に衣着せぬ言い方をすれば、はい、他のメーカーさんもこれを追って今の現状があるじゃないですか、はい、これスタンダードなんで、
興味があったり、まあ、PB を更新したいとかっていう方がいたら、うん、まあ、これがまずね、軸になるんでしょうけど、はいはいはい、これで、まあ、パフォーマンス、ピッタリを作り上げて、自信が出た人、こっちって感じですよね。なるほど。だから、なんかこれで、あれ買ったら、PB 出んのかなみたいな、そういうアバウトな感じじゃなくて、はいはいはい、自分のフィットネスが上がってきて、うん、こっちを買うっていう感じがいいのかなと思うんですよね。なるほど。で、逆にこれがダメな人が、まあ、こっちがいいのかな。これを詳しく説明しますけど、はい、やっぱり僕も履けそうだなってちょっと今回も思ったんですけど、はい、何が違うかって、こんな厚いじゃないですか。はい。あのね、強く蹴りに行ける感じがないんですよね。こっちはまあ自然に足を置いてる感じがあって、はい、まあ、これでも自然に足を置けない人がいるわけじゃないですか。はいはいはい、こっちはやっぱりふわふわしますので、なるほど、まあ、自分の体をしっかりこう上からポンって押していく、ある程度の力がいりますので、しっかり押せる力がないといけない、はいはい、エナジーセービングとはいえ、はい、自分のこうパフォーマンスを発揮するっていう上で、まあ、だから要は簡単に言うとペーパーフライよりアルファフライの方が厚くて、こんなこうなんかうまくこう踏めなくてモコ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 するって感じにはなる方が多いと思うんですよ。なるほど。だからやっぱりこちらでビルドアップした方がもう一度頑張るっていうのにはとてもあのいいと思うので、まあ、ぜひそういう人が買ってほしいなと思いますね。藤原さんだったらどっち？僕は正直時間40分切られてるようなペーパー。ペーパー。はい、でもチャレンジしてもみたい今回は。あのそのぐらい前回はもうあのキップジョゲのシューズだなって思いました。はっきり言って。なるほど。でも今回はチャレンジしたいなと、僕2時間34分なんですけど、はいはい、まあチャレンジしたいなって気持ちでちょっとトレーニングで使ってみて、うん、あの使いたいなっていうのを考えたいですね。特にマラソンはクッションはちょっと必要かなと思って、あー、はい、ハーブはもう絶対こっちかなと思ってますけどね。なるほど。こっち悩む。マラソンだったら悩むと思います。5キロだったらもう絶対こっちです。アルファの1と今回の2っての安定感とかぐらつきみたいなところで言うと、もう全然違います。あ、違う。はい、やっぱりこのヒール部のスワローテールがかなりしっかりしてるので、はい、なんかこうボヨンボヨンの雰囲気だったんですけど、うん、割とボヨンボヨン感あるんですよ、はい、もう入った瞬間に、はい、わ、来た久々のアルファだなって感じなんですけど、なるほど、まあ、こっちに行くボヨンボヨンになってるんですね。こういうズレというよりはちゃんと前に流れる、はい、使いにくさっていうかですね、ある種の使いにくさっていうのは半減してると思います。うん、だから選手じゃなきゃ使えないと言ってことじゃなくて、僕が言ったのはそうですね、うん、例えば大森さんでもサブスリーずっとしてて、うん、じゃあもう一丁っていう時に、まあ別にいいんじゃないでしょうかね、はい、使ってみたらいいと思います。なんとなくあれ入ったらいいんだろうなみたいなのは、はい、よした方がいいと思います。3万円ですからね。まあそうですねだからやっぱりこっち良くて、はい、じゃあ練習とか結果が良くてビルドアップしようっていうようなイメージで使われた方が、買って損したとか買ってねあれしたことにならないかなと思うんですよ。ペーパーよりもさらに前足部分で設置していく意識が強くなるっていう感じなんですか？あ、でも結構あのペーパー使われてたら、はい、あのシンプルに、はい、この前にガイドもありますね。ドロップも同じになったので。なるほど、はい、あの使いやすさはもう本当、使いにくさって言っちゃっていいと思うんですけどもうキプチョゲしか使えない感じはとかね、エリート暴れ馬感はなくなってきてましたね。なるほど。ちょっと軸にしてもう一度上がりたい方におすすめかなと、でも一つ言えるのはもう本当アップデートされて、はい、使いやすくなったってことは間違いないです。なるほど、はい、ということで、まあ、価格はね先ほどありましたけども31,900円ということで、はい、ぜひチャレンジしたいと思います。そういう感じで ね足を入れるのもまあなかなか今は難しいことですけど、そう、ね、そのうち買えるようになると思いますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください、はい、ということでシューズの詳細は概要欄にも貼っておきますので、ぜひご覧ください。この動画が面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。どうぞお寄せください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。